ヒロヒロ探偵団。はぁ、やっと終わった。今日どこ行く？カラオケとか。カラオケは昨日行っただろ。帰ろ。俺はヒロシ、高校2年生だ。部活は帰宅部。もともと引っ込み思案な性格のせいか、高校に入ってもなかなか友達ができず、気づいたら友達ができないまま高校2年生になっていた。ただいま。ヒロシ、この間のテストの結果どうだった？87点だった。87点？そんなんじゃ東京大学受からないわよ。ごめん、勉強するから。ちょっとヒロシ、まだ話は終わってないわよ。母親は昔から熱心な教育ママだった。口を開けば成績成績。俺自身じゃなくて俺の成績しか興味がないのだと思う。そんな誰からも必要とされてない俺だが、最近ハマってるものがある。それは。お疲れ、今日もレア掘りしますか。お、マスター、お疲れっす。今日も行きましょう。俺も行きます。よっしゃ、やるぞ。そう、ネットゲームだ。ネットゲームは誰も俺のことを知らない。だから引っ込み思案な俺も自発的に発言できるし、強くなればなるほど周りからは尊敬される。ゲームをしていて俺は気づいたことがある。俺は現実世界ではなくこの世界で生きるべきなんだと思う。ねえヒロシ、学習塾変えようと思ってるんだけど、明日見学に行かない？母さんが決めていいよ。前はついてきてくれたじゃないの。ごちそうさま。俺勉強するから。ちょっとヒロシ、あんたいい加減に。飯食ってきた。今日は緊急クエあるから3時まで行ける人急募。マスター頑張りますね。俺もついてっていいですか？お、俺も行くわ。俺はいつしか勉強をしなくなった。家に帰ってきたら寝る時間までほぼ自室でゲームをしている。勉強は親が自室に入ってくるタイミングでやってるふりしてるだけ。俺は俺のために勉強してるわけじゃないし、ゲームがない生活なんて考えただけで恐ろしい。自分の居場所が消えたら俺はゲームと共に消えるしかないのだと思う。ヒロシ、いつまで寝てんの？いい加減起きなさい。わかったよ。くっそ眠い。最近は睡眠時間を削ってゲームをするようになった。体はしんどいけど、ゲームをしていないと大きな黒いものが襲ってくるような不安に駆られる。学校に行く時間すらゲームに使いたい、そう思うようになった俺は。ヒロシ、部屋に鍵までかけるってどういうつもり？何してるの？出てきなさい。受験勉強に忙しいから邪魔しないでくれる？くっそ、出ねえ。早く出さなきゃ。もっと装備を強くしなきゃ。お、自分レア来ました。ちょい休憩しますね。おお、裏山行ってら。ギルメンに先を越される。最悪だ。早く強くならないと。早く。ギルドマスターの俺は常にギルメンの憧れでなくてはならない。一番装備が強くてみんなを引っ張っていけて尊敬されるリーダー。これが俺の思うギルマスのあるべき姿だ。最初は趣味で装備を強くしていたけど、周りが俺の装備を褒めてくれたり、立ち回りやプレイヤースキルを褒めてくれた時、ものすごく心地が良かった。俺は自分の居場所を失いたくないだけなんだよ。頼むよ。母さんに嘘ついてゲームしてたなんて、どういうつもり？ごめんなさい。そんなんじゃ大学行けないわよ。なんで母さんの言う通りにできないの？聞いてんの？ついに母親にゲームをしていたことがバレた。学校も休みがちになっていたし、塾にも仮病を装って行かなくなっていたから、バレるのも無理ないのかもしれないけど。もうゲームもパソコンも捨てるから、勉強してちゃんと塾にも行きなさい。捨てるって、そんな。絶対捨ててやるから。謝ってどうにかしようと思っていたが、捨てると言われた時、俺の中で何かが壊れた気がした。そして俺は。うるせえんだよクソババ。勉強も塾も一度もしたいと思ったことねえんだよ。俺の成績にしか興味ねえくせに、うろそうなこと言ってんじゃねえよ。あー、何するの。俺の居場所を奪うんじゃねえ。その後どうですか？はい、まあ外との触れ合いが大切なんだろうなとは自覚しています。俺はその後病院に連れて行かれ、ゲーム依存が原因であることから専門の医療センターに通うことになった。カウンセリングや同じような症状の患者さんとのグループミーティングなどに参加しているが、効果はよくわからない。俺自身にあまりやる気はないけど、このままじゃいけないということだけは理解している。いつか俺にも現実世界に居場所を見つけられる日が来るのかな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。